そこも。わあ、えそれはちょっとあれだ。で、呼んだんだよ、デリヘルを。オプションガチガチとかで。ちょっとなんか、天候ホテルにディナーをしに行ったんだよ。マジで今回ホストは、せーの、どうも、はい、おはようございます。もうタイミング。ご紹介お願いします。クラブホリックの、りょうすけです。お願いします。りょうすけ。クラブギャラクシーのプリンス、こうやです。お願いします。こうやさん。クラブデジャブの夏目メロです。お願いします。お願いします。はい、ということで今回の企画はホストが出会った、聞いた、修羅場トーク。ホストやってたら絶対修羅場いっぱいだと思う。くぐり抜けてきたと思うんだよね、みんな。いや、私も結構修羅場何回か。でもみんなだったらホスト経験してたから聞いたりとか多分すごいと思うので、聞いていきたいと思います。飲みとか言ってるからすごいありそう。アフター、うん、女の子のアフターしてた時に、うん、このホンタ、うん、が乗り込んできて、しかもその女の子はね、駆け込んでて、そこ、あ、そのメロケの示してる子が駆け込んでたの、担当さんが。そうそう、わー、それはちょっとあれだ。で、お前駆け込んだくせに何立てんで、遊んでんだよみたいな、立てんでよみたいな、来いよみたいな、そのまま連れてかれて、連れてかれて一緒に飲んでる時に。そうそうそう、で、え、その連絡ついた、その子ちょっとしばらく行けませんみたいな。もうそうだよね、そうなるよね。そっちの方がいいよね、うん、やっぱり自分のところ壊れちゃうからね。もうそうだね。え、でも俺だから逆に、まあ、被害はなくてよかったんです。確かに、ね、確かに確かに。あれか、ヘルプとかに見られたとか。まあ結構目撃情報があるよね。そう、目撃情報かな。か、バーの人が仲良かったか。客のさ、うん、テーブルとかだけ特定する人がいるから。いいね、いいね、いいね、いいね。いや、クテの部屋さんの口癖は、石が多い。そうなんだ。あ、そうですね。あと、なんか、親しみがつく。天敵してます。あー、天井ある、ある、ある。病院に結構いますよね。あるある。私は聞いた話なんだけど、ホストって旅行に行くじゃん。結構沖縄行ったら、北海道行ったり、海外行ったりすると思うんだけど、社員旅行で。そしたら、社員旅行で、行った先で、呼んだんだって、デリヘルを。デリヘル呼んだんだ。そしたらさ、みたいな、やばいんだよ、みたいな。どうしたのって聞いたら。指名の子が来てるんだよ。うわ、しかもなんかフリーでマジ呼んだら指名の子が来てるんだよ。で、え、それどうしたんだよ、え、知らないでどうしたのって言ったら、いや、もう俺はとっさにお前がここで出稼ぎしてるのを知って指名したと。で、いるか分かんなかったから、お前みたいな六兆な子を言って、もしお前じゃなかったらお金を渡して何もせずに返してたよって。やば。でもそれで女の子それ信じたから。え、そんな時続いたの？続いて、続いて。絶対プレイするけど。あ、でも結局ずらしたらしいよ。いやー、来たんかい。普通にやってみたいな、それ。何やるか。自分の女の子がまたどんどん指名して、どういう反応するのかみたいな。あ、どっちもない。あ、それはドッキリね。予想はなんとなく、怒るか、え、嬉しがるかな。でもフリーだったら結構怒るくない。オプションガチガチとかね。はい、じゃあ次。最初のホスト始めた時、寮生活の人が多いと思って、まあ、近いし安いしみたいな、お金がないから外で行けないから、その女の子が泊まるってなったら寮に連れ込むっていうのが結構暗黙のルール。あー、行けないよね。実際クビなんだけど。あ、クビなんだ。クビなんだけど、ある日その時のエースが寮にいて、その時の代表と幹部が3人ぐらい来たのよ。なんか飲もうぜみたいな、遊びに来て酔っ払ったらなんか乗ってきて、乗飲みみたいな。あー、そう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 。寮さ、もう狭かった、うん、私隠れる場所がなかったから、とりあえずと思って窓を開けて外に出したのね。その時の格好が12月にもかかわらず半袖に下もパンツみたいな。おー、やばっ。すぐ返そうと思って、さすがに寒いし適当になんか足立って返すつもりが、なぜか1時間ぐらいいて、その時にパンツとかブラジャーをめちゃくちゃ干しまくってた。あ、やばいじゃん、どうするのそれ。そしたらあの店長たちがそれをなんかいたずらしだすのなんかつけたりかぶったりみたいな、あ、丸々ちゃんのじゃんみたいな。その子カーテンは閉まってるけど隙間からその風景が見えるのなんで、その子の仕側ですね。結局そこでじゃあ1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいかなして、じゃあ気が済んで帰って開けた時にめっちゃ切れる。いや、切れるよね。極寒だよ、極寒。ずっとずっと晩じゃん。うわ、えぐ。すごい修羅場でした。さすが女の子かしら。女の子かしら。まあ時効なんで首にしないでください。今は絶対できないよ。はい、最後に締めで。ホスト始めたての時なんですけど、結構ご年配のお客様がいて、もう70、80ぐらいです。旦那さんとかも社長みたいな、職員とか、なんか変なポーチみたいなのから、
これ時計の私の時計なんだよねって、なんかおもちゃがね、ロレックスとか出してくるの、いろんなフリーグラム時計出してきて、えぐっていうおばちゃんがいて、で、何回か締め切った時にちょっとなんか帝国ホテルにディナーをしに行きたいみたいな、いいなぁで、あ、ご飯だけあったら全然行きたいし、じゃあ6時に帝国ホテルのロビーで待ち合わせね、いいなぁ行ったら、アリスちゃんって言うんですけど、アリスちゃんがいて、こっちサングラスかけてこんな感じで見られて、女優だ女優、行くよって言われて、今あの5分後に旦那来るからって言われて、え、頭真っ白になって、え、どういうことって言って、いや、普通に旦那も来るから、何人払ってもらうから、あのこれから行くからちょっと待っててって言われて、まあ俺のことホストって知ってて、なんか夫婦でなんかホスト応援してるみたいな感じなのかなと思って、遠くから旦那が歩いてくるんですよ。で、もうすぐ来る時にホストってことは絶対内緒でやってマジって思ってる。でもたまたまスーツでネクタイして、まあ、サラリーマンみたいな格好だったんですよ。あ、すみません、よろしくお願いしますって本名で挨拶して、挨拶した最初に誰だよって言われてアリスちゃんも、それやめてみたいな、なんか夫婦の会話して、そのまま2人が先行く中、俺一緒についてってで、まあ本当に結構高めの帝国ホテルだもんね、ディナーで、エリザベス女王が食べたみたいな感じのやつを食べる、コースが来るの、食わせるよりも味わかんないよ、しないよ食べながら味わかんないよね、絶対何やってる人なんだって、あ、まあ、そうだよね、え、どうしてのホストって言えないじゃん、でも言えないから、たまたまその時昼食もやってたんですよ、あ、その時の、あ、不動産会社のこういうものですって言って飯もあったんで、飯来たもんすごいね、たまたま本当に前回もそういうことがあったのか、うん、疑ってんすよ、2人で、あ、そういうこと、本当なのか、他のビルのショットをテラシマスラスさせてみたいな、えへへへ、一緒だったんで、それ出してで、まあ、あ、本当なんだ、どこでやったのかも、ね、質問詰めで、なんで答えたんですか、なんで不動産のコンサル的なことをするセミナーに来ていただいて、その時に興味を持っていただいてみたいな、おお、どうしてもその話は追加したなみたいな、ほんと、いや、2時間もかかわず、もう5時間ぐらいの感覚で、で、ちょくちょく喫煙所に行くときにあんたも来てみたいな感じで、俺も一緒に行くんですけど、別に喫煙所入ってる時に、あれじゃあどういうことってやばいよマジで、旦那怒ってるし、大丈夫大丈夫、話もあれじゃ通じなくてで行って合わせて、まあバイバイ飲んでて、で結局6時に行ったのに仲良くなっちゃって、めっちゃ良かったね、3時、夜中の3時、夜中の3時、会員制のラウンジみたいな屋上にあるらしくて、そこに夜中の3時まで付き合わされて、あれしても帰っちゃったよ、アビクマでホテルに、レモンソンと俺5時間ぐらいずっと1対1話してありがとうございましたって言って、もう旦那さんもホテル帰っちゃって、で、次の日 Facebook 見たら、その会社の社長の人が、あの、Facebook やってます、うん、そこに俺乗ってたんですちょっとね、最近の若い子はいいねみたいな感じの乗ってて、あれはもうほんと美味しい話だすごい、よく乗り切ったね、だからもうホストって言っちゃうかもしれないだから、髪色も本当に黒でよかった、ね、確かにたまたまいや、マジこの服装だったらこれだと、どういう役する無理ですね、払いの店員、俳優とか、俳優の芸能関係とか、でもその子はもう本当にいろんな店舗で賭けとかいろいろ作らされて、旦那さんには何回も払いに来てみたいなことがあったらしい、だからちょっと本当に対してちょっとあれなんだ、あれ一番修羅場でした、今まで、修羅場だわ、今でも鮮明に覚えてます、最初もずっと怒ってました、なんで俺がこんなやつ怒んなきゃいけないんだそうですよね、俺も思いながら、じゃあ今それを知ったらどうなるんだろう、ないかもしれませんじゃあぜひね、なんか旦那さんを呼びながらホストと遊びたいときは両親を呼んでください嘘は頑張って突き通します、おぉはい、ということで、なんか凌介くんが一番すごすぎて、なんか私たちのぶっ飛んだっていうか、聞き入っちゃったもんね、聞き入っちゃった、冬なのに汗止まんなかったはい、ということでね、はい、めちゃめちゃ面白い修羅場とか、いろんな経験のある修羅場を聞きました、ぜひ、本編をもっと詳しく聞きたい方はルナカンパニーに遊びに来て、会いに行ってみてください、それじゃあまた見てね、バイバーイ、バイバーイ。皆さん、ホストラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。